ハシェミツヨン、神がエルサレムから祝福されるであろうという詩篇の言葉を持って、皆様方をエルサレムから祝福したいと思います。אני אפתח בדברים שהם בסיס לדיון הרחב יותר שנמשיך בו אחר כך. それではまず最初に私たちの今晩のテーマに沿った一番基本的になる部分を最初に申し上げたいと思います。אחרי ממלכת שלמה, כידוע, הבן של דוד המלך, המלך שלמה הגדול, עם ישראל נתפלג לשתי ממלכות.皆様ご存知かと思いますが、ソロモン大王、彼は、ダビデ王の息子でありましたけれども、この王様が亡くなったとち、後に、イスラエルは2つの王国に分かれております。アナビアヒヤアシロニガムハヤハシャリアフレガロテタイニアンでヨロブアムアメレフוגם היה האיש שביסר על כך שעשרת השבטים יצאו לגלות. アヒアという預言者がですね、その息子のヤラベアムに対して、十部族が失われるだろうということを預言しておりますが、אבל אנחנו כבר ידענו על ידי הנביאים שעשרת השבטים יחזרו בסוף ההיסטוריה. しかしその他の預言者によりまして、その十部族がですね、回復されるであろうということも預言者の中に記されておることを知っております。במיוחד אנחנו שומעים את הדבר מהנביא יחזקאל שאומר ששני העצים, העץ של יהודה והעץ של אפרים, שזה עשרת השבטים, יהיו לעץ אחד בזמן המשיח. とりわけその中で、エゼキエルという預言者がおりますけれども、この預言者が、2本の枝がある。その1本はユダの枝であり、その1本はエフライム。このエフライムは、北の、十部族のことを指すわけでありますけれども、メシアがやってくるときに、その日本が一つの枝になるであろうということを予言しております。אנחנו חייבים לשאול את עצמנו איך חיים או חיו עשרת השבטים במשך כל ההיסטוריה. 私たちはここでこの十部族がどのように生きてきたか、生活をしてきたか、現在においてもまた過去においてもそのことを問わなければなりません。והתשובה של הנביא הושע היא שהם יתבוללו בעמים. 預言者ホセアが、その預言書の中で言っておりますが、この十部族は民族の中に、埋もれていくであろうということを預言しております。ולאלה ששייכים לממלכת יהודה, היהודים של היום, יש תפקיד לעזור להחזרת עשרת השבטים עוד לפני בוא המשיח. そこで残された、ユダ部族、その今のユダヤ人にとってはですね、この埋もれてしまったこのユダヤ人を、正常な姿に戻す、彼らを、連れ戻すという役割がそこにあると、メシアがやってくる前にそうすることが必要であるということを私たちは信じております。アルビーアナビーユリヤウベペレギマルパスク8ヘムツリヒムラレヘツベレハビーヘレクメアセレタシバティンラアレツリフネハゲウラ。イスラエルの土地が、あがなわれて完全に買い戻される前にですね、預言者エレミアという人はその3章8節のエレミア書3章8節の中で、申しておりますけれども、彼らを連れ戻らなければならないということを彼は申しております。
וזה מביא אותנו לשאלה שנייה חשובה, אם הם התבוללו, איך יוכלו היהודים היום להחזיר אותם כאשר הם חיים כגויים, כלא יהודים? そこで2番目の大変に重要な質問がここで問われなければならないわけですけれども、先ほど言いましたようにイスラエルの十部族というのは民族の中に埋もれてしまうだろうと言ったときに、彼らはそしてそこの国の人として過ごしているときに、彼らをどのように見出してどのようにイスラエルに連れ出してくるかという質問がそこに問われてくるわけです。והתשובה ניתנה לנו על ידי ירמיהו הנביא בפרק למד א' 31 פסוק 20. その回答がエレミア書自身の中で述べられております。それはエレミア書の31章の20節に書かれております。שם אומר הנביא ירמיהו לעשרת השבטים שהולכים לגלות, שיצאו לגלות ולשמור על סימני יהדות כדי שאנחנו היהודים נוכל לזהות אותם והם יוכלו לזהות את עצמם. その中に述べられておりますのは、ユダヤ人、彼らがその民族の中に、うずもれてしまうけれども、その中に残された印、ユダヤ人としての、印を守らなければならない、またそれを私たちが見出さなければならないということをエレミアは述べております。כמובן שצריכים להיות כאן סימנים מספיק ברורים שנוכל לזהות אותם. でそれはやはりはっきりと分かる印、サインでなければならないと思います。בהמשך אני אדבר בהרחבה יותר על סימני היהדות שנמצאים אצל עשרת השבטים כדי שנוכל להבין את העניין. 後ほど私はその印がいかなるものであるかという話をですね、もっと深くお話ししたいと思っております。 אבל גם כשאנחנו נדע על סימני יהדות, היה לנו טוב אם היה לנו דבר נוסף שממנו נוכל לדעת איפה לחפש את עשרת השבטים. כלומר, האם התנ"ך נותן לנו תשובה איפה נמצאים באופן כללי עשרת השבטים? もう一つここで問われなければならない質問というのは、では彼らがどこに行ったのか、どういうところに散らばっていったのかということをですね、問わなければならないんですが、それに対する答えも聖書の中に書かれております。התשובה היא נמצאת בישעיהו פרק מ"ג פסוק 5. それはイザヤ書の43章5節のところに書かれております。שם אומר הנביא ממזרח אבי זרעך וממערב אקבצך. הפירוש הוא שעשרת השבטים נמצאים במזרח, כי הלשון להבי מתאימה להם כי הם לא מפוזרים, והלשון לקבץ מתאימה ליהודה, ליהודים שנמצאים בעולם שהם מפוזרים. ולכן מזה אנחנו לומדים שעשרת השבטים נמצאים במזרח. そのイザヤ書の中にはイスラエルの部族は東に、そしてユダヤ人は西にという表現が使われておりますけれども、ユダヤ人、ごめんなさい、十部族の人々は東の方に行ったであろうということが、そのことで、分かるわけです。でそこから、イザヤは、私は彼らを東から連れ戻るであろうということをその書の中で申し、述べております。アマルティコデムシェアセラタシバティムレピハナビホシェアヘムヒトボレルバゴイン。先ほど申し上げましたように、ホセア書の中ではこの十部族は民族の中に埋もれてしまうだろうと言っております。אבל העניין המדויק יותר שרוב עשרת השבטים נמצאים במצב כזה ולא כולם. 確かに、現実に目を向けてみますと、多くの、民族はそのようになるでしょうが、ただし全てではないようです。
כן, רוב רובם של עשרת השבטים שאנחנו יודעים עליהם, מלבד מה שנדבר במיוחד על היפנים, הם נמצאים בארצות המזרח, ואני אזכיר את השמות, אפגניסטן, פקיסטן, קשמיר, סין, צפון מזרח הודו ובורמה, ואולי עוד כמה מקומות שאנחנו רואים כאן מספר של כ-35 מיליון אנשים ששייכים לעשרת השבטים. 具体的な土地でこの東というのを申し上げていますと、アフガニスタン、パキスタン、カシミール、それからインド、インド北部、それからブルマ、ビルマ、そういったところにですね、失われた住民族が約3500万人いるということが分かっております。צריך לומר ששם בארצות האלה נמצאים עמים שבדרך כלל מוכרים לכם, אני אזכיר גם את שמות העמים עכשיו. それらの国でおそらく皆様方は一度も耳にしたことがない民族名ではないと思いますが、これから少し挙げてみたいと思います。באפגניסטן, פקיסטן וגם בעולם חלק מהם כפליטים, יש כ-22 מיליון פטנים, כך הם נקראים על ידי האנגלים, או פשטון שהם קוראים לעצמם. 例えばアフガニスタンからカシミール地方にかけて約2200万人の、パタニンと呼ばれる、まあ、これはあの外国人がそういうふうに呼んでる、わけなんですけれども、これもラツマンパタニン、パシュトゥン、彼ら自身はパシュトゥンとその名を呼んで、自らを呼んでおります。וזהו רוב עשרת השבטים כפי שאמרתי שהם חיים כלא יהודים, אבל יש להם סימני יהדות ועוד נדבר על זה. 彼らはユダヤ人として生活しているわけではありませんけれども、彼らの中にははっきりとした印、ユダヤ人としての印が残されております。הקבוצה השנייה שלא חיה בקטגוריה הזאת של התבוללות אלא חצי התבוללות נקרא לזה, זהו הקבוצה של אלה משבט דן, מאחד מעשרת השבטים שחיה באתיופיה. それからもう一つ挙げなければならないのは、分類としてはちょっと違う第二の分類と言っていいと思いますが、半分、埋もれてしまった人たちという意味で、イスラエルのその失われた住部族の中でダン部族というのがありましたけれども、このダンの部族に属する人たちがエチオピアにおります。יצאה לפי המסורת שלנו מלפני 1,000 שנה, הם יצאו מרצונם לגלות הזאת כדי לא להשתתף במלחמת אחים גדולה שהייתה בין יהודה ובין ישראל. 私たちの伝説伝統では彼らは紀元前の1000年にその先ほど申し上げました北部族南部族と分かれたその兄弟争いから逃れるために自らの意思を持ってイスラエルから出ていったというふうに伝えられております。ハクブツハシリシッシェヒハヤママシケヨウディムショムレイトラウミツボト。第3のカテゴリー分類としましては、まさに、どの方向から見てもユダヤ人と言えるような生活ぶりを、している人たちがおります。זוהי הקבוצה שהלכה לגלות לאזור הקווקז וקורדיסטן. その人たちは、カフカズ地方、今のクルディスタン地方にその人たちは生活しております。גם היא הוגלתה על ידי מלכי אשור שעשו את הגלות הזאת בשלושה מהלכים. アッシリア帝国がイスラエルを征服した際に、彼らは3回に分けられて、アッシリア帝国の中に連れて行かれました。ובזמן התנ"ך קראו לאזור הזה של הקווקז וקורדיסטן מדי, הרי מדי בתנ"ך. 聖書の時代に
今の、クルディスタン地方、カフカズ地方は、マダイと呼ばれる地方にと、してマダイという名前で、聖書の中には記述されております。ヘムハインベデレフクラルキユフディンレギリンキハヤラヘムケシェルイムハヤハドチェラオラムベユシャライムレマシャルデベバベルシャマユハユフディン。彼らは全くのユダヤ人として生活しておりまして、当時エルサレムもしくは、バビロニアの方に築かれておりましたユダヤ人の一大コミュニティと、親密に連絡を取りながらその生活を、続けておりました。יש לנו לדבר על עוד נושא אחד אולי שניים כדי לסכם את החלק הזה של ההרצאה שלי. あともう一つ二つのテーマについてこの部分で述べておきたいと思います。שבט מנשה שחי בצפון מזרח הודו לפי המסורת שלנו שאני תכף אזכיר אותה יהיה השבט הראשון שהוגלה על ידי אשור שיחזור לארץ ישראל. שבט מנשה הם הוגלו על ידי מלכי אשור, הם יחזרו ראשונים. סשר נקה לי 北、東北、インドの方に、暮らしておりますメナセ族と呼ばれる人たちが、おりますけれども、聖書の中で、彼らはまず最初にイスラエルに帰ってくる人々であろうと予言されております。ハシェベタゼイズケラハゾウブウクワルハザルレマラメエレフイシハズルベリシヤダノシヘマリショニンベヘムハズルアリアデイノラアレツ。אחר כך נודע לנו שזה כתוב בתנ"ך ובמדרש. 先ほど申し上げたように、このメナセ族という人たちがインドから最初の人々として、私たちのアミシャブの期間によって、今のところ1000人以上の人たちが帰ってきているわけなんですけれども、彼らはその自分たちがそのユダヤ人の伝統、聖書、もしくはミドラッシュというような本の中にですね、最初に帰ってくる人々であろうと書かれていることを知らずに帰ってきたわけなんですけれども、後々になりましてそういうふうに書かれているということが分かったわけです。ハミドラシハアティクシェコリムロミドラシピルケラビエリエゼルオメルシェシェベツメナシェヤクゾーハリションמשום שהם עשו מצווה גדולה. そのミドラッシュという本の中に、ラビ・エリエゼルの書というのが、その中にあるわけですけれども、彼らメナセ族はまず最初にイスラエルに連れ戻されてくるであろうというのは、彼らは大きな、偉大な、ユダヤ教の、順法者であるからであるというふうに記されております。והמצווה היא שאנשי יבש גלעד שנמצאים בעבר הירדן והם חלק משבט מנשה הלכו כל הלילה להביא את הגוף של שאול ובניו שהפלישתים תלו בחומה, חומת בית שאן, הביא אותם לקבורה. と言いますのは、このメナセ族の人々はですね、ちょっとこれ通訳の言葉で挟ませていただきますが、そのダビデ王が出る前のその一つ前のイスラエルの王様サウル王というのがおりまして、これがペリシテ人の戦いでギルボア山のところで敗れまして、その死体が、ベテシャンの城壁にですね、掲げられて、野ざらしにされるわけなんですけれども、このメナセ族の人たちはですね、一晩自分たちのいたところから走っていって、そしてその遺体を、取り下ろして自分たちのところに連れ帰って丁重に葬ったという記述がありまして、彼らはこういう、偉大な大切なことを行ったということからそのように書かれていると思います。ハセフェルシェメダベララシプルマアスウニムチャベシモエルアレフ35
פרק 35, והזכות שלהם להיות ראשונים רמוזה בתהילים פרק 60 פסוק 9, שם כתוב לי גלעד ולי מנשה ואפרים. 今お話しした話は、サムエル記上の、35章に、その物語が、記されております。また、その、ところが詩編で、覚えられているところがありまして、詩編の第、60編の9節のところに、メナセであり、メナセベエファイムロハイハシュブラスキルリギラリメナセギレアデ、それからメナセというですね、言葉が書かれておりまして、その中で彼らの、行為が賛美されております。יש אנשים ששואלים איפה יהיה מקום לכל השבטים האלה, 35 מיליון, ואני עוד לא מדבר על היפנים, אני מדבר רק על אלה שהזכרתי, איפה יהיה להם מקום? אתה מתכוון כשהם חוזרים כולם לישראל? כשהם יחזרו, כן. その先ほど申し上げました、その、まあ、イスラエルから見て東の方に3500万人ほどのユダヤ人と思われる人がいるという話が、出ておりましたけれども、まずはその中には日本人は入っておりません。でその前の段階で3500万人という人たちがどうやって彼らはそのもしイスラエルに帰ってきたとしたら生活するんでしょうかという質問をする人がいます。アナビゼハリアבפרק 10 י' פסוק 8 ו-10 עד 10 אומר לנו את המקום לאיך הם, לאן הם יחזרו. זכריה 書の10章8節から10節の中でゼカリアがそのことに対して答えている部分があります。הוא אומר שהם יבואו לעבר הירדן ארץ הגלעד וללבנון, ולא יהיה מספיק מקום, אבל את התפקיד הזה יעשה המשיח, זה לא התפקיד שלנו. その中で、ゼカリアが取り上げているのは、ギレアデの地、ヨルダンの向こう側、レバノンという地名も上がっております。ただそのことは、メシアが解決するであろう、メシアがやってきた時に解決されるであろうということです。עכשיו נעשה הפסקה לכמה דקות לשאלות ואחר כך אני אמשיך בחלק השני של ההרצאה. ここでもし今までのところでの何か質問がございましたら、お答えする時間を取ってもよろしいですか？ロキバディは流れが止まってしまうので、後でまとめてやった方がいいかと思います。אני יודע, אבל יש שאלות שאחרים שמעו עכשיו את הדברים, והשאלות האלה חשובות לדברים האלה. אז כדאי שנעשה איזו הפסקה של 10 דקות לשאלות, ואחר כך נמשיך. そのご意向は十分にこちらも理解しておりますが、もし今じゃないと忘れそうだっていう方もいらっしゃるかと思いますので、もし何か今のうちに聞いておきたいということがありましたら、今5分でも10分でも時間をお取りして、続けてもよろしいかなと思っておりますが。はい、わかりました。スペシャルで5、7、8、7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 
しますか。あの5から6つ、7つぐらいの質問はお答えできるんじゃないでしょうか。もし質問があればですね。もしあのお問い掛けたいかと思いますが、この段階でちょっとプログラムにはないのでございますけれども、何かあのまとまったあのご質問でもあれば、今手を挙げていただければ、お一人か二人、阿部春氏の方のご声でございますので。豊田さんはおられますか。質問、この段階で、まだもっと聞いてから質問した方が濃厚な質問ができるということでしたら、このまま続行させていただきますけど、いかがでしょうか。まだ佐藤さん、ただもうちょっと続けた方がよろしいでしょうか。まだ遠慮深くお願いします。わ
אנחנו לא הזכרנו את היפנים עד עכשיו, ועכשיו אני רוצה להזכיר. בתנ"ך לא מוזכר השם יפן. 聖書の中には日本という言葉は書かれておりません。で、גם אני לא יכול להמציא את השם הזה בתנ"ך. אני רק יכול להגיד איפה יכול להיות הפסוק שיכול לעזור לנו לנושא הזה. まあ、その聖書の中からですね、それに類するような言葉、それに関するような言葉っていうのを見つけるのは、これはちょっと難しいお話ではございますけれども、じゃあどこにそのサインが隠されているでしょうか。יש לנו פסוק שנמצא בישעיהו י"ט פסוק 12. イザヤ書の49章の12節。שם אומר הנביא, ואתה תתרגם לאט לאט מה שאני אומר, הנה אלה מרחוק יבואו. מיו, קרא רא תוק קרא יתת קורו דארו. והנה אלה מצפון ומים. קרא רא וא קיטאנו פוקו קרא, מתה אומי נו פוקו קרא. ואלה מארץ סינים. で、また彼らは、シン、要するに中国の方向からやってくるだろうということが書かれております。והמפרשים אומרים שכאן מדובר על כל עם ישראל שנמצא רחוק מארץ ישראל ויחזור.ここでは、とにかくこの、説で言おうとしているのは、イスラエルの民は遠くの方に行ってしまう。だけど彼らは戻ってくるということをイザヤは言いたいわけです。חלק שהם היהודים ולא עשרת השבטים, הם יבואו מצפון וממערב. それはユダヤ人、失われた十部族に限らず、ユダヤ人とも言えるかと思いますが、彼らは、遠くの地、北からまた南から、西そして北の方からやってくるだろうと、言っております。で、עשרת השבטים יחזרו מארץ סינים。そして、十部族は、シニン、中国人の土地からやってくるだろうと言っております。クロマウ、アセラタシバチン、ケフィシアマーティコデン、ニムツインバミズラハ、アバリエシメルカズミユハッシェニムツインベエレツィミン。失われた十部族は東の方からやってくるということだと思いますが、その一大中心地になるのが中国であるというふうに理解されております。ベエレツシニン、イエシシェベトエハドシェラセルアシバティンシェハヨムウォッニカヤムベニスパルヨテルカタンナシャイヤゲアバウ。中国の中にまさにユダヤ人であると思われる人たちがおりまして、その人たちの数は次第に減ってきてはおりますが、そういう人たちがおります。その民族はチアングもしくはチアング民と言われております。彼らはシチュアン、四川省に、今おります。ミシン、ヤルドゥ、シテイクブツォット、ラダロン。中国から二つのグループが南へ行きました。アハト、ゼウハシンロング、クツァタシンロング、シェベタシンロング、
Siedlung, שנמצא בשני הצדדים של גבול הודו בומה. 一つのグループはシンロンと言われる、グループでございまして、この人たちはビルマとインドの国境の方に、下っていきました。והם מתייחסים לשבט מנשה שהזכרנו קודם. そして、彼らが先ほど申し上げました、北東インドにいた、メナセ族と言われる人たちになっていくわけです。מהם עלו כאמור כאלף איש, כאלף מאתיים איש לארץ בעזרת אגודה שלנו, אגודת המשה. その中から1000人から1200人ほどの人たちが私たちのアミシャブによってイスラエルへ帰還してきております。השבט השני הם הקרנים, העם השני זה הקרנים, כארבעה וחצי מיליון איש שחיים בבורמה ובתאילנד. で、もう一つのグループは、カレニンと呼ばれる、カレンですね、カレンと呼ばれる、人々で、ございまして、約450万人ほどを、数えます。彼らは、ブルマ？ブルマ。ベスイ。ビシネエンブアニムサインベブルマウビタイランド、カレン。このカレン族の人たちは、タイとビルマの国境付近に、וייתכן אני כבר אומר שמסין גם הגיעו ליפן. そして私たちが考えておりますのは、この中国から非常に高い可能性を持って、この十部族の人たちが日本にやってきているのではないかということでございます。יש לנו עוד פסוק אחד מעניין בנושא הזה שהוא קשור פרק האחרון של ישעיהו. もう一つ私たちにとって非常に面白い一節が聖書の中に書かれております。それはイザヤ書の一番最後の一節でございます。שם בישעיהו הוא אומר שיהיה אנשים באיי הים, כלומר אנשים שנמצאים באיים שבים הרחוקים. その中に海の中の島々にという記述がございます。שלא זכו כמו הנצרות והאסלאם בדרך כלל, הם לא זכו להכיר את התורה של ישראל ואת המצוות של ישראל. הם עם שלא ראו את הכבוד של השם בהיסטוריה לפי התנ"ך. その一節というのは、その遠くの海の島々に住む人々というのは、ユダヤ教のこと、また、聖書の神様、そのことから発生するいろんな守り、掟、それを知らない人々であるというふうに理解されております。והם יביאו חלק מעשרת השבטים לארץ. הם יביאו. で、その彼らがですね、失われた十部族をイスラエルに連れ戻ってくるであろうというふうに私たちはその説を読んでおります。לפי מפרש חשוב של התנ"ך מדובר כאן על ההודים ועל הסינים ועל היפנים. 私たちの伝統的な解釈、著名な聖書解釈者たちの中では、そのことはインド人であり、また中国人であり、そして日本人であると理解しております。אנחנו נעבור עכשיו לסימני היהדות שישנם אצל השבטים השונים. ここからいろんな民族、部族の中に見られるユダヤ人としての印、このことについて触れておきたいと思います。אבל לא נפרט, כי אין זמן לפרט כל אחד מהם, אלא ניתן כמה סימנים לדוגמה.全ての印について語り出すととても時間がなくなりますので、その中で非常に特徴的なものをいくつか挙げてみたいと思います。תוך השוואה בין העמים השונים, いろいろな民族を比較してみますときに、לכל, כמעט לכל עשרת השבטים
יש מסורת שנמשכה מארץ ישראל ששם הם חיו בהקרבת קורבנות גם כשהיה בית מקדש כבר בירושלים. その中で語られておりますいろんな物語、伝説を読みますとそれがイスラエルの土地そしてそこに神殿があった時代に犠牲を捧げていたという物語がその各部族の中に残されております。ロハヤベトミクダシ、アバルコーバノットヒムシホ、ベガンベヤパン、ベオトベバトクファアティカ、マクレビムコーバノット、ベリミクダシ、キモベシャヤベエレツイスラエル、ベゼアヤベイカーベオキナワ、コーバノットシェルバレヒ。それらの民族の中ではもちろんユダヤ教の神殿こそは、建てませんけれども、それに、昔イスラエルで、犠牲が捧げられていた神殿で犠牲が捧げられたその習慣にのっとって、犠牲を捧げるという習慣が残っております。でそのことは例えば、日本におきましては特に沖縄地方でございますけれどもやはり犠牲を捧げるという習慣が残っております。בשבט מנשה אנחנו יודעים שהיו עולים להר כל אחד על יד הכפר שלו ועושים שם קורבן פסח. 例えばメナセ族の中ではそれぞれが生活している村の近くの山の上に登りましてそこで杉越の祭りの犠牲を捧げるという習慣が残っておりました。ושם הם שרים שירים על יציאת מצרים. そこで彼らは出エジプト記の物語歌を歌いながら。ובאותו יום אופים את הלחם בלי שמרים. そして、そこで、彼らは、パンを焼くわけなんですけれども、その中には、酵母を入れない、ふくらし粉を入れないパン。